じめ大、後からじわじわ二段階の味わい、大じゃがりこわさび醤油味です。あ、なんかすごい大人な味がしそうで美味しそうだなと思って買ってきました。なんか多分普通のよりも短そうな感じ、醤油の味じゃなくて匂いがする。あ、すごい醤油、わさびはちょっとわかんない、醤油味のじゃがりこという感じの香りがします。それではいただきます。じわじわはちょっとわかんない、じわじわわかんない、口に入れた時の入れた時におーってなります。おいしい、これはおいしい、辛すぎず鼻が痛いほど辛くはないけど、しっかりわさびの味がします。本当になんか刺身を食べてるみたい。刺身醤油、これは美味しい。すごい、なんか海外とか行くときにお土産で持ってったら喜ばせそう。なんか私の友達は、アメリカ人の友達はいつもこう行くってわさび味を買ってきてほしいって必ず頼むんですよね。あれがすごい好きみたいで、なので